ここは気が重いのだ。ごめんください。いつもに増してタバコくっさ。なんや、お前かいな。何の用や。いえ、今日水道料金をお支払いいただけるお約束でしたよね。ない。ないってどういうことです？ないもんはないんや。いえ、前回ご訪問させていただいた際に今日はお支払いできるって。しんどいんや。体がしんどうて、どうもならんのや。ですが、今日お支払いがないと、今月の19日にお水を止めざるを得ないです。ごちゃごちゃうるさいんや。ですが。もうしんどいんや、帰れ。いらっしゃいませ。レジ袋はご入用ですか？はい、お願いしますのだ。はい、レジ袋3円、合わせまして336円になります。はい、ちょうどですね。ありがとうございました。あのブス店員いなかったのだ。クビになっちゃったのかな。嫌がったのだ。け、またお前か。何しに来たんや。前回訪問させていただいた際にお伝えしましたが、今日は停水執行日です。今、お支払いできますか？ない。金はない。帰れ。そうですか。それでは停水します。ごちゃごちゃうるさい。帰れ。今日は忙しいからここでご飯を食べちゃうのだ。いただきます。はい、ずんだもんです。お疲れ様です、葵ですけど。葵さん、お疲れ様です。はい、一件停水解除が入ったんですが、今大丈夫でした？はい、さっきおにぎりが。え、おにぎり？いえ、なんでもないです。ずんだもんさん疲れてるんですよ。そうですね。ちゃんとご飯食べてくださいね。はい、そうでした。山沢さんのとこ停水解除をお願いします。はい、あれ、あのババ、ばあさん、お金ないって言ってたのだ。ケースワーカーさんが来てましたよ。さっき頼まれたから払いに来たんですって。それはどうでしょう。そうなんですね。そうそう、解除する際は声掛けしないようにですって。はい、それでは失礼します。はあ、おにぎり落ちちゃったけど、海苔を剥いでフーフーすれば食べられるのだ。どこに行ったのだ？あった。うん。オン！はあ。ケースワーカーさん使って払えるなら、最初からそうしろってんだ。このクソッバー。